初のメジャーで勝利を飾りました、日本人初のメジャーリーガー村上正則さんの始球式が行われます。今日はゲーム前にグランドレベルに、おりましたけれども、はい、村上さん随分大きい方ですね。大きいんですよ、ね、はいはい、まあ、昔の選手にしてみれば、ね、大きいんじゃないですかね。あの体もがっしりしてますからね。そうですね、はい、1944年生まれですから71歳。はい、私の頭部です。日本人初のメジャーリーガー村上正則さんの始球式わざと避けなかったんですかね。ちょっと村上さん思ったところに行かなかったんじゃないですけど、はい、でもあのフォームは随分ダイナミックなフォームでした。そうですね、まだあのちょっと練習すればもっと投げれるんじゃないですか。今夜の始球式は日本人初のメジャーリーガー、そして日本人として初の、メジャー勝利投手となりました村上正則さんによります、始球式が行われました。